挨拶がねテンション上げなきゃなと思い続けて、しょっぱみんなにうるさいって言われるんですよね。僕の動画を見るときは音量を下げてください。今回はですね、一滴もまだ飲んでないんですけども、やばい料理ですね。お酒がねガンガン進んでしまいますね、これね。至高のホイコーロン。ホイコーロンって回る鍋の肉って書くんですね。本格的に作るとホイコーロンっていうのは豚バラとかを使って、茹でてから炒めてとか、だから鍋を回して作っていくっていうのが由来らしいんですね、これね。なんですけども、豚バラ茹でてそこから切って炒めてっていう超めんどくさいんでやりません。やらなくても美味しいホイコーロン作れます。厳密に言うとホイコーロン風になりますけどね。今回はもうご家庭でも超簡単にできて、めちゃめちゃうまいホイコーロン作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。まあ、材料を説明していきます。ホイコーローなのでお肉ですね。で、本来は豚バラを茹でて使うんですけども、今回はね、肩ロースを使います。生姜焼き用の、ちょっと厚めの薄切りですね、使います。これがね一番美味しいです。お野菜、まあ、ホイコーローなんてキャベツ、これね1/4個、だいたいね芯切り落として 200g ぐらい、ニンニクですね一かけ、これ生のニンニク使います。あと長ネギ、1/2本、 50g ぐらいですかね。ピーマン3個100から 120g のものを使います。あとちょっと、普段使わないかなっていう調味料を今回ごめんなさいあります。豆板醤と甜麺醤です。はい、これがないと美味しいホイコーローできないんで、はい、これじゃないとね味噌炒めになっちゃうんですよね。ホイコーロー作るんだったら甜麺醤と豆板醤用意してください。じゃあ以上の食材で作っていきます。はい、ということですね。まあ、今回ね、至高のホイコーロー作っていくんですけども、中華といえば、皆さん何を想像しますかね。僕はね、中華一番ですね。ということで、これから特級中士になるために、一番になっています。特級中士に俺はなるってことね。じゃあね、まずね、お野菜切っていっちゃいたいと思います。キャベツはね、ざく切りでいいですね。こんな感じにして、だいたい、これを4分の1を半分にしてこれぐらいの大きさに切っていきましょう。ピーマンはねほぼヘタ押してくで押してからこうやって切ると、なんと種がいい感じで取れちゃってね。一応ねピーマンの種とか食べれるんですけど、至高シリーズなんで、まあ、食感邪魔しちゃうので今回はね使いません。こいつはですね、もうね4分の1ぐらいに切るような感じですね。はい、こんな感じ。ちょっとねお肉と一緒に頬張りたいんで、お好みで調整してください。これは僕は大きめで今回いきます。長ネギ、長ネギですね。長ネギは香りを出すんですね、これね。入れた方が美味しいです。最後にんにくを切っていきます。にんにくおけつを切り落としまして、今回はねおろしじゃなくて刻みだったので、まあちょっと粗みじんみたいな感じで、そこまでね細かくしなくていい。あんまり細かくしちゃうとね焦げちゃうんですよね。で、あとはお肉で、お肉なんですけども、これね切ります。どういう風に切っていくかっていうとね、でこれをね3等分ぐらい、こんな感じです。今回はがっつりといただく感じにしましょう。こいつをまあ全部これを切っていきます。こんな感じで3等分ね。これぐらいねお肉感があった方がうまいんじゃないかな。これはね塩コショウと片栗粉しておきます。まあお塩ですね、大体2つまみぐらい。コショウですね、僕はちょっとブラックペッパーいつも使ってるブラックペッパーをほぐします。ちょっとね、塩全体に揉み込ませたら片栗粉大さじ1、これね片栗粉をまぶすって何がいいのかっていうと、肉が柔らかくなるんですね。これなんで片栗粉を入れると肉が柔らかくなるかというと、水分がね逃げないんですよね、コーティングされるんですよ。もう一つ理由があって、片栗粉がですね後で入れるタレとね絡まってとろみをつけるんですね。なのでですね、本場で作るホイコーローとかも最終的に水溶き片栗粉でとろみをつけるんですけども、これを肉にまぶしておくことによって水溶き片栗粉入れる必要ないです。でちょっと全体的にまぶしておきましょう。ごめんなさい、ちょっとね片栗粉大さじ1ちょっと少ないかもしれない。小さじ 4ぐらい。これでねもう火に移っちゃいます。じゃあまあフライパン、今回ね中華鍋使わない普通のフライパンでやります。大さじ1の油を引きます。全体的に引いちゃいましょう。油ねケチんないでくださいね、これね野菜をコーティングするのに必要なんで。でこれからお肉じゃなくて最初に野菜を炒めます。熱々にしてくださいこれで。熱々になったらピーマン、ピーマンもすぐ火が通りますんで、キャベツですね。これ何やって
てるかっていうと、油通しをしてます。中華ってね、野菜をね油でコーティングするって油通しをするんですけども、家庭でね油通しをするってなると油いっぱい使うしもったいないので、今回は大さじ1杯の油でお野菜焼きながらコーティングしていきます。そして火をここで通していきます。軽くねしなっとするぐらいまで、分数も教えてほしいって最近言われるんですけどね、もう感覚なんですよねこれね。この感じ見てください、この野菜の感じ。で僕終始強火です今。で僕癖で煽ってますけど、別にそんな煽んなくてもいいです。で野菜全体が艶やかになったらって感じですかね。今ね多分ね2分、2、3分だな多分。軽く焦げ目もついてきてます。で、これぐらいの艶やかな、ちょっとしなっという風になったらボウルであげます。入る入る。そうするとここに入ってる間も火が通ってくんで、後で炒めが最小限で済むっていうね。そしたらねまたここに油大さじ1加えていきます。全体に回していく。そしたらお肉ですね、できればね広げてあげてください。広げた方が全体的にパリッといきますから。片栗粉もみ込んだんでちょっとね縮こまってると思うんですけども、ここではね中火ぐらいでいいのかな。あとはねガシャッと動かしちゃうので、とりあえずこれでちょっと焼きます。そしたらねちょっとね表面が焼けてくるんです。表面が焼けてきたら全体的にひっくり返して全体を焼いていく。最初肉の量多いかなと思うんですけども、焼いている間に縮こまってくるんで焼き目をつけるような感じでねやっていきます。あーもうねめっちゃいい匂いしてきた。うまそうでしょ。これでいい、これ食べたい。でもこれ食べたいっていう衝動を抑えながら飲みます。もはや食ってる。全体が炒まってきたら火ちょっと落とします。香り付けのニンニク、これはね、ここに入れちゃいます。最初に入れると焦げちゃうんだよね。で、ざっと炒めます。そしたら、長ネギ、ここで、あーすっごいいい香り。これ作ってるとね、いろんな香りがしてくるんで、ホイコーロー食べた時には締めみたいな感じになりますね。はい、今ね、前菜、こういう楽しみ方がね、いいと思うんですよ、料理って。あーいいですね、ボルテージ上がってきた。はい、ということでですね、豆板醤ここで入れます。今ね中火になってますからね。で豆板醤はですねちょっと小さじでやってますけども、大さじ1杯分入れます。小さじ3杯ぐらい。豆板醤は煎ることによってすごく香りが出てですね、ここが深まるんですね。甜麺醤もあるんですけども、甜麺醤はね焦げやすいんでここでは入れません。豆板醤をちゃんと煎ってですね、そしてこの豆板醤のカレーで、スメルドリンカーなのでね、ネギはねしなっとしちゃうんですけども、今回はね香味野菜なので食感は残さなくても大丈夫です。食感はキャベツとピーマンで補えるんですよね。そしたら十分ね肉に豆板醤全部絡まってますねこれね。そしたらここに野菜戻します。はい、野菜戻したら今度甜麺醤、甜麺醤はね大さじ2なので小さじ6杯分入れます。大さじ2杯分で中火で全体に絡めて、肉によく絡ませます。ほら見てください、焦がさないように絡めながら炒める。このまんまだとちょっとね水分が足りないんですね、特に野菜に これ絡まらない。だからここで水分を入れていく。これ水分を何で入れていくかっていうと、お酒ですね、お酒を2杯、そして、ダメ押しに1杯を僕に加えていきます。味噌の香りとね日本酒が合うんじゃこれ。最後に香り付けと味付けで醤油小さじ2です。はい、全体煽りましょう。これですよ、どうですか皆さん、最高のホイコーローです。で仕上げに味の素3振りくらい、ちょっと旨味が欲しかったので入れました。入れなくても美味しい方は美味しいと思います。僕は入れます。じゃあ盛り付けていきます。うまそうだねこれ。このタレがさ全体に絡まってんのさ、もうモリモリでいきたいと思います。中華料理っていうのはドカッとね行かないとね。僕がホームステイした中国の家も全部とかもやったの。中華はね本場で食ってるからね。おーうまそうだねこれは。ピーマンと肉とキャベツのツヤ見て、俺の最高傑作。はい、ということで至高のホイコーロー完成です。はい、それではできましたので、早速食べていきたいと思います。今回は新しいビールを用意してしまいました。プレミアムになってきます。じゃあいただきたいと思います。ですか、野菜巻き込んで肉と一緒にいただきます。おー
黙らん。これね、マジうまいわ。やばいやばいやばい、僕の中華の最高傑作だね、これね。油通しした野菜のシャキシャキ感がほんとね、やばい。うん、そしてタレが絡む、ビールに合う。そしてですね、皆さん、これね、そのまま食べていただいて、ちょっとね、辛みが欲しい方、ラー油で、いいラー油使ってください。おすすめ、角屋のラー油です。少しね、垂らしていただいて、これで香りのできたところを食べるっていうのも非常に美味しいです。これね、味変で、うん、これはやばいわ、これはやばい、これはやばい、うまいしか言えないもん。肉もカリッと炒めつつも柔らかいんですよね。タレが最高。甜麺醤と豆板醤使わないとこの深みが出ないんですよね。やっぱね、これ甜麺醤だな。野菜が主役なんですよね、これね。これほんとね、中華飯店の味ですよ、これ。僕中華料理屋さん大好き言ってますけど、これよりうまい、僕ほらまだ出会ってないな。それぐらい大好きな味ですね。作り方としてはね、割とオーソドックスだったりするんですね。なんですけども、本場よりは非常に簡単なやり方になっております。そしてですね、まあ何よりお野菜がめちゃめちゃ美味しく、いっぱい食べる。いや、これほんとうまいわ。ちょっと止まらんわ。あー、ダメ、もうこれ以上食べたらダメ。あとで撮影もっといっぱいあるのに、企業案件もあるのに。キャベツうまい。世界で一番キャベツが美味しくなる料理じゃねえのこれ。これね、作ってほしいな、これ。これはね、ビールと一緒にね、食らっていただきたい。そして、調理中のスメールで飲んでいただきたい。至高シリーズはね、絶対みんな見てほしいな。マジでね、損させないもん。ということで、皆さん、ぜひ作ってみてください。この後撮影じゃなければ、これ、だいたい2、3人もあるんですけども、全部食います。今、この場で全部食います。次の撮影もありますので、ちょっとここら辺で。止めておかないと、またお前酔っ払いすぎだとお叱りを皆さんに受けてしまいそうで。もう一口いい、もう一口だけいい。これもうん。